世界で活躍するメタルダンスユニットベビーメタルの日本公演に2万5000人が熱狂です。本格ヘビーメタルに可愛いダンスという斬新なパフォーマンスで世界中を魅了する彼女たち。あのレディーガガも自身のライブのサポートアクトにベビーメタルを抜擢。さらに今月クイーンなども受賞したイギリスの名誉ある音楽賞を受賞しました。現在も10カ国を回るワールドツアーの真っ最中で、日本でのワンマンライブは昨日がおよそ5ヶ月ぶり。今回のライブは全員が立って盛り上がる初のオールスタンディング形式。およそ1時間40分ノンストップで踊り続ける激しいライブとなりました。最初から90分走り回れたところが良かったです。汗びしょびしょになりながらみんな踊って圧倒されちゃいました。世界で活躍するメタルダンスユニットベビーメタルのライブで2万5000人が熱狂です。ベビーメタルは現在10カ国を回るワールドツアーの真っ最中です。昨日の日本公演は2万5000人全員が立ち上がって盛り上がる初のオールスタンディング形式。メンバーもファンもおよそ1時間40分にわたりノンストップで踊り続ける激しいライブとなりました。